今トヨタが追いついてきてて、本当はちょっとトラブルが今多発してて、でも一台だけミートシップになってモーター積んだらどうする？そうなんですよ。お前どうするんですか？ハイブリッドでしょ？そうか、タームラグなんて考えない。ずるいハイブリッド積むんでしょ？そう、ずるいハイブリッド積む。負けたやつ。いや、俺らはずるくないよ。やめてよ。みんなずるいって言ってました。自ら突っ込んでいくと。かなり自爆でしたね、今ね。いやだからレギュレーション統一にならないならない。どうしましょうか、決めましょうか、ここでレギュレーション、ここで決めますか、みんなでね、あのでも高木虎之介でも問題に乗せますか。マイク置いてたしもせめてマイク持っててもらっていいですか。でもそうなるとね、虎之介監督来年やっぱりこう戦略とかも変わってくると思うんですけども、ね、ちなみに来年も監督されますよね。だいぶ眺めましたけどね、やっぱり。まあまあまあ、今そんな時キャンプ争いしてる時、そんなこと言うなって言ってね、すぐね、いや大した問題違うんですよ、ちょっとしたことで切れよるんです。意外と温和な感じに見えますけどね。切れよ、好きやよ。温和やったら後ろから食い通して怒りが出る。失礼しました。本当そう、監督になるとドライバーなんかやらかすと全部このせいなんです。上からなんか監督が悪いって言われちゃう。お前カラオケしてもちゃうから、マイクも違うからね。まあでもその来年、まあもし監督をやられたとしてですよ。やりますな、そりゃ。ありがとうございます。そう言っていただけると話しやすいです。来年まあ監督される上でですね、この新型車両をどういう風に使っていきたいなとか、そういうのを思いました。新型は分かんないんですよ。あ、まだ全然見られてないですか？見てないし、分かんないし。でも SC は昨日、今日と持って初めてドライバーの、最近テレビでも問題になったけど、ピックアップね、はい、タイヤカスを拾ってしまうっていう問題が、最近ピックアップ言いますよね。言いますよね。それを体感してドライバーの気持ちが分かったと。今どんな感じだったの昨日、チャンピオンが乗りやすかった？出てて すごいなと思ったんですけどね。フリップしてな、5年前と違って、はい、これすごいと思ったんだけど、5週ぐらいしたら急になんか滑り始めて、はいはい、ピックアップしたって話してね、こんな大変なドライバーみんな運転してるのはすごいなって思って。いやもうそう、国内外トップクラスで運転されてるじゃないですか。彼はね、うん、もうそのグリップする車に乗せたら誰もかなわへんですよ。あ、でも滑る車乗せるでしょ、はい、へったくそ。もうね、怒りながらやめちゃう。こんな車乗れ、こんな車乗れ。そんなにグリップするの誰がもう腕がへんところを遊んでいきますから。昔ね、不参戦でドームだったんですよ、はい、鈴鹿で、はい、SG をいかに全開でいけるかって勝負したから。おその次 の、 テストのね、次のセッションでこいつ張り付いてる。後ろ半分なんかその時何ちゅうだと思います？このぐらい踏んでいかなあかんねんっていうから。すごいですね、やっぱりこうローガーでね、同じね、ホンダエンジン同社がローガーで見れるわけですよ、はいはい、うん、SG 1個目の2個目のどこまで踏んでいくかが、うん、130R はもう中古タイヤで誰が踏んでいくか、はい、新品はもうね、はい、みんなじゃありますよ、うん、我々の中で全開でいくのは当たり前なんですけど、うん、中古の時にどのぐらいいけるか自慢し合ってね、で僕は一応最後はやめるわけです、はいはいはい、これが車壊すから中島さんとこで何千個もかかったもんね。マイテストそうなんですね。まあでもそれが許された時代だね。今の若い子たちはね、そういうことして車ぶつけるとね、もう次車お金ないでしょ、今景気悪くて、はい、走らせられへんから、もうそれしたらもう使われへんなるんですよね、うん、だから我々ちょっと最後のいい時代を経験させてもらったら、じゃあもう大島選手、石浦選手ぐらいの時はもうそんな壊すぐらいだったら無理しなくていい的な感じ、ふわっとあったんですか？あの、気にしてはなかったけどね。でも万が一壊したらものすごい怒られましたよ。でも先輩は昔その壊しても早ければいいっていう美学多少ありましたですよね。あった。あ、それはね、ギリ獣医師さんと僕の間ぐらいでもう終わってる。あ、じゃあもうその時代はもう僕の時代からはもうダメ、壊したらダメの世界。なんかそこにドライバー心理の差はあるんですか？なんかそれはやっぱあるよ。あるんだやっぱり。その競ってる時にね、こう前に行けるか行けないかみたいな、そういう時にこうなんかこうリスクを背負っても前に出るのはこの世代ってことですよね。だから今の若い子たちも早いし、本当に育ってね、はい、これからトヨタ、トヨタ通るというドライバーになってるけど、うん、あの時代のことをもっと経験できたら彼らのレベルがもっと高くなるんですよね。だからこれからまたもっといい
車両開発にすごく膨大にお金をかけられた時代背景もあったじゃないですか。ただね、今の車ほどね完成度が高くないから、やっぱりねスピンとかは今の車より全然してしまう車を限界超えてってやらせてもらいます。ドライバーのスキルに頼るところも大きかったってことですよね。昨日のフォーミュラ日本の予選知ってます？スーパーフォーミュラね、うん。あの1分37秒7ですね、トヨタの山本選手が37秒7ってね、鈴鹿の37秒7ってどんなタイムか知ってます？この間の F1 の Q3 のノックアウトされたタイムが Q1 が37秒7ぐらいの近いですね、それぐらいが瀬戸際だったんだって。だって F1 とフォーミュラーにスーパーフォーミュラー加速全然違うのよ、うん、それでも同じようなタイム走ってどんな車やねんって言われて、近代レーシングカーすごいよ、うん、で今日は中にはスーパー GT の横乗ったりされる方もおられるんでしょ？いらっしゃると思います。考え直した方がええ思いますよ。いや、ちなみに、まあ、この後ですね、そのスーパーフォーミュラーではなくてスーパー GT の実車の方にですね、初めて乗られる方いらっしゃると思うんですけれども、乗る時の注意みたいなのあったら教えてください。じゃああります、大丈夫さん。乗る時の注意ですか？そう、ここに気をつけてとか、ここ注目しといたら面白いよみたいなところ。いや、間違ってもその辺にあるスイッチ触らんといてください、はい。なんやこれ、パワーステのスイッチとか切られたら、はい、死ぬから、そのまま行きますからね、まっすぐ。そうですよ。例えばパワーステのスイッチをオフにしたらどれくらい重くなるの？こうやってハンドル切りながら、例えば 100R でコーナー入ってるでしょ、はいはいはい、コーナー入ってるでしょ、パワーステのスイッチオフになった瞬間にハンドルがバンと戻って、下手した指の骨が折れて、そのまままっすぐドンと行く。そんなにかかっちゃうの？最初からオフになってたら、はいはいはい、重たいな、ぐーって運転してるぐらいだけど、もともとパワーステが効いてる状態で、はい、フッと切られたら、もう何もできないです。骨折れるぐらい。でもね、たまにあんのよ、やっぱ開発テストとかしてたら、パワーステがね、容量がなくなって、ポンと切れて、そのまま、うわーって。たまに聞きますよね、トラブルで、そのステアリング、パワーステが切れたとかいうの。あれよ、こういうところ。たまにじゃない、しょっちゅうあるよ。僕も MRS 乗ってる時3回ぐらい死にかけましたから、ね、うわー、勝手に回ったと。僕ここ富士です、富士でテストしてて、はいはいはい、いきなり A コーナー入ろうと思ったら、うん、ッっ切った瞬間に一番左までブギューってハンドルが回ったんですよ。そのままギャーン飛んでって、何が起こったの？なんかシステムエラーで回っちゃったんです、ハンドルが。要するに全部 APR の車やな。みんなうちの車やな。ここの車なんてね、絶対壊れてると思うんだけど、ピットから出ていくとエンジンもかかってへんのに進んでんの、はい、すごいでしょ。びっくりでしょ。あれ何か勢いよく後ろから思ったんですか？静かに出ていくのね。あ、違うの？違う、静かに出てる。あれバックしちゃうときあんのよ。え、逆回転しちゃうときあんの。え、それは、ね、電池を反対つけるとか。そういうことです。多分ね、あのプラスとマイナスを逆にするかやん。声出して笑い。まあ他にじゃあ何かあれば、ちょっとこうお客さんここ見といてねみたいなところあれば、あるドライバーさんいらっしゃいますか？ GT ですか？今日の、はい、いや、こんだけの重さだったら、うん、誰がスピンします？じゃあそれも含めて楽しいんだ。2人目とか3人目いいですけど、はい、最初の人はやばいよな、うん、だからスケートリンクの上をスニーカーでこう歩くでしょ？でゆっくり歩けますよね。でもゆっくり歩いてたら1枚であってもこうグリップせんよね。そのだからある程度のスピードでスピードアイススケートのリンクは走ったらこけるでしょ。でもある程度そのこけるギリギリのところでこう運転をね、滑るギリギリしないとタイヤ温まらないから。でも横にお客さん乗ってるんでしょ。気付くんで笑って大丈夫ですか、もう言わないでしょ。いやらしい。よそ見もするわけでしょ。よそ見しながら家族でうわーっ。これもサービスですって言い訳してね。そう、いい経験できましたね。これがスピンですよ。コロナの時でちなみにそれ虎之介監督もそのドライブされるってことですか？これが一番危ないかな、そんな、ね、すごい楽しみじゃないですか。だってさっき言ったでしょ、滑る車一番下手くそやみたいな。今の車両に実際その乗られたことは昨日が初めてってこと？
昨日はだから本当にゆっくりしかしてないんで、保険入ってるからね、今日の人は。保険にちょっとなかなか難しいかと思うんで、ちょっと運転頑張っていただいていいでしょうか。でもね、料金かかるから、料金に保険とかも全部入ってるんで。はい、あ、そうそう、もうそれはもちろん大丈夫なんですけどね。ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。当たった人います？もう決まってる人。まだ発表されてないかな。で、ぜひですね、当たった方をですね、楽しんでいただきたいなと思います。で、どのドライバーさんにもね、なるかもわかんないと思いますけれども、虎之助監督に当たった方はぜひ後ほど感想の方を聞かせていただきたいなと思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。外れか当たりか紙一重やろな、虎之助は。私は当たりだと思いますよ。中途半端はありませんよ。10か0かみたいなね。F1 ドライバーですからね。そうですよね。はい、というわけでですね、ちょっとお時間の方があっという間ですけれども来てしまいました、ここでですね、この後皆様がコースの方に移動していただきまして、オープニングセレモニーを行っていきたいと思いますので、そちらの方ね、ぜひコース上にご注目いただきたいと思います。さあ、それではですね、改めてご紹介したいと思います。皆さん本当にありがとうございました。今日一日どうぞよろしくお願いします。さあ、それではですね、皆様にはコースの方にお移動いただきまして、オープニングセレモニー、また笑顔で寒いね、寒いですけれども、ちょっと笑顔で頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。